これきつ、これかなりきつだわ、ここ危ない。カメラ持ってくるとこじゃないな。しんちゃん、トトでございます。僕はですね、今、ダナンのミーケビーチから、まあ、ほど近いところにあるマーブルマウンテンという観光スポットに来てます。日本名でいうと五行山という観光地なんですけど、ここはね、何かというと西遊記の孫悟空が閉じ込められてた場所って言われてるんですけど、まあ、ここがね、5つの山が連なっている場所で、ダナン屈指、ベトナム屈指のパワースポットと呼ばれている場所になります。で、まあ、詳しくはね、後ほどちょっと説明はするんですけど、ここ全部回るとだいたい4時間5時間ぐらいかかるらしいです。なのでちょっとね、さすがに4時間5時間はきついなっていうのも正直あるので、ちょっとね、要所要所で見て回りたいなとは思ってます。で、ここね、山頂まで行くのに実はエレベーターがあるらしいんですよ。でエレベーターだともう1時間もかかんないく回れるらしいんですけど、まあ、せっかくなんでね、ちょっとできる限り歩いてみて、その山頂に行く途中もね、ちゃんと見ていきたいなと思います。では早速ですが、マーブルマウンテンへレッツゴー。はい、ということで早速入りたいなと思いますが、で、ここのね、マーブルマウンテンなんですけど、なんでマーブルっていうんだっていうのはね、あれなんですよ。この山自体が大理石でできてるんですよね。なのでその大理石で山ができてるっていうところから、マーブルマウンテンという名前になってます。はい。で、基本的にその5つの山で連なってるんですけど、5つの山のうちね、観光スポットとして行くのがトゥイソンという山が、もうほぼほぼ観光で行くならそこを見るっていった形らしいので、そのトゥイソンっていう山にめがけてみんな向かってるみたいです。で、他の4つに関してはね、ちょっとここに出しておきますが、これらの5つの山で、五行山、マーブルマウンテンが成り立っているということでございますが、結構しんどいよ。一つ言えることはですね、来る際は必ずスニーカーで行きましょう。サンダルは結構危ないです。で、今、1階のね、エントランスから普通の従来の入り口入ってきたんだけど、なんかね、見るとこそんなにないらしくて、一旦これね、外出ます。出て多分エレベーターで
上に上がるんだと思います。なのでちょっとエレベーターの方にね行きたいなと思います。で今ね自分がいるのがここですね。でさっき今行ったのがこの15って書いてある洞窟の中です。なのでこうね一番上に行くのもそうだし他のスポット行くにもこっちね右側にあるこのエレベーター乗って行くみたいですね。でエレベーターと別でこっちに歩いていく道があるっぽいです。なんでここでエレベーター乗っていくか歩いていくかっていう形になるかと思います。今ね、エントランスから入った洞窟から出てきて今エレベーター前でちょっと休憩してるんですけど、入場料が通常だと2万ドンかかるみたいです。ただ なんでかわかんないけど今日はねエントランスフリーって言われました。なので僕はエントランス料は払ってないです。ただねエレベーター乗るにはプラス1万5000ドン払わなきゃいけなくて、そこのチケット売り場でエレベーター代の1万5000ドンを払うのではなくて、エレベーター前かな、なんか多分いると思うんですけど、そこで1万5000ドンを払うといった感じでございます。1万5000ドンは多分85円ぐらいなんで、もう全然安いです。はい、なんでそれをエレベーター前に払ってエレベーター乗るといったような流れになるかと思います。でエレベーターのチケットはねここで買うみたいです。はい、 OK。 でなんかこういうチケットみたいなのをもらいました。これでエレベーター乗れるみたいです。でエレベーター乗らずに階段で行く場合はこっちを上がっていくらしいですが、途中に何かあるわけではないらしいです。ちょっとね行きは階段で行ってみます。で帰りエレベーターで降りてきます。でね、さっきも言ったと思うんですけど、絶対ねスニーカーで来た方がいいっていうのと、これ上まで行くとね途中で水とか何も飲み物売ってないんですって。なんでエントランス周辺にいっぱい売ってる場所があるのでそこで買うことをお勧めします。しんどい。こちらが七重の塔になります。名前ねちょっと読み方違ってたら申し訳ないんですけど、シャライタワーらしいです。この空綺麗な。ちなみにエレベーターで来るとそこに出てきます。ここでここに出てきてこれでぐるっと行くとさっきね案内したここの七重の塔のシャライタワーに出てきます。マーブルマウンテンからなんと南シナ海が一望できます。これがダナンの海ですね。かなり綺麗。空もね今日晴れてるんでかなり景色はいいかなと思います。なんか異様にここのスポットめちゃくちゃここだけ気持ちいい風吹いてる。そんなに木々あるわけじゃないのにマイナス4感がすごい。ここはこちらはね、バントンケーブっていう洞窟ですかね。入ってみましょう。これきつ。これかなりきつだわ、ここ。危ない。カメラ持ってくるとこじゃないな。
こちらがドンフェンコンです。いやー圧巻だし、なんか神々しいな。で、ちなみにね、こちらにね、上にこの穴が3つ開いてるんですけど、これですね、これ実はベトナム戦争の時にアメリカの空爆によって開いた穴みたいです。まあ、これがね、今も残ってるんですけど、ただね、これ正午に来るとここからね、日が差して、結構神々しい景色が見えるらしいんで、正午ぐらいに来るのがベストだという話を伺いました。いやもうね、汗がやばいっす。もうびっちょびちょ、吹く気にもならないぐらいびっちょびちょっす。で、ちょっとね、途中で休憩挟みました。じゃーん、ココナッツジュース、プラララッパバー。うん、あー、糖分が身に染みる。あのね、ちょっと調べたら、あのトゥイソンっていうね、あの観光スポット、まあ観光する人はもうほぼそこにしか行かないらしいんですけど、トゥイソンっていうところは多分1時間じゃ回れない気がします。結構ね、やっぱ階段が急だったりとか、結構ね道がきついです。なんで、多分ね、どれぐらいだろうな、まあ、2時間ちょっとは見てた方がいいかなと思います。で、5つの山全部回るとしたら多分ね、4時間5時間じゃ効かない気はします、観光しながらだと。うん、はい、ということで今回マーブルマウンテン五行山、お届けしましたが、いかがだったでしょうか。で、こちらはね、ダナンの市街地とかビーチ、まあ、ホテルがあるところから、まあ、すぐの距離でもありますし、なんならホテルによってはもしかして歩いて来れる場所でもあるので、かなり、観光地としては、利便性がいい立地かなと思います。で、まあ、僕も当然ね、今回初めて来ましたけど、まあ、ダナンのね、観光地の、まあ、2大巨頭、3大巨頭って言っても過言ではない観光スポットではあると思うので、ぜひね、ダナンに来られた際は、お近くなので足を運んでみてください。で、途中でね、伝えたと思うんですけど、一応入場料が2万ドンで、エレベーターが1万5千ドンかかります。で、僕は1万5千ドン払いましたけど、結局エレベーターは乗ってません。はい、でただ僕今回ね、エントランスフリーで入れたんで2万ドンかかってないんですけど、まあ、多分通常は2万ドンかかると思うので、そこだけご認識いただければなと思います。といったところで今回はね、こちら、マーブルマウンテンをお届けしましたが、いかがだったでしょうか。ぜひね、このパワースポット圧巻なので、ぜひ一度来てみてください。といったところで今回の動画はここで終わりたいなと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。